ダイキングです本日も動画を見ていただきありがとうございます Amazon スマイルセールが5月31日からなんですけど事前セールがですね15ぐらいからか始まってましたのでヤバいやつ何個かあったんですよ <laughs> まずアップル製品紹介してオススメガジェット紹介したいと思います今回紹介する製品はですねこの Amazon フロントというところでとかまあ今まで紹介した製品ね まとめてありますので、これと iPad とかかななんか遅いな、まあいいか。まあ、この赤くなってるのがセールになりますので、紹介していきたいかなと思います。まあ概要欄にこれね、全部貼っておくので、まあ今までのやつとか見えますので、ぜひね、チェックしてください。ということで、Apple 製品なんですけど、これね、Apple、Watch シリーズ、まあ6になるんですけど、まあ27,500円、まあ整備済み品にはなりますが、まあ ただね、状態がかなので、まあ、すごい綺麗ってわけではないんですけど、バンドなしで、まあ、結構安いかなと思いました。はい。まあ、血中酸素濃度がシリーズ6から測れるので、画面大きくなったのがシリーズ7からなので、まあ、7以上がおすすめなんですけど、結構あんまり安いのなかったんで、まあ、バンド安いのが売られてるので、まあ、数千円ぐらいで買えるのでいいかなと思います。はい。安く買いたい方。で、あと、えっと、iPhone 12 mini のこの128が、まあ、4万6千円ぐらいかな。 まあまあ悪くないかなと思いますね。まあミニサイズね、もう今なくなっちゃったんで、まあ結構サブ iPhone とかで、まあ僕はおすすめかなと思います。ラスト1個。で、12の128もね、5万4000円で結構まあいいかなと思いますね。 割と安いというか。で、見たところ、おそらくほぼね、底値、ね、かな。最安値じゃないかな。だったので、一個おすすめでございます。まあ、マグセーフ使えるしね。はい。で、14プラスのイエローがね、えー、まあ、10万ぐらいになってましたので、まあ、大きいサイズ使いたい方はいいかなと思います。イエローね、これしか多分ないんじゃないか。14しか。カラーがね、やっぱり好きとか、まあ、そういうので選んじゃっていいと思いますね。まあ、13がコスパいいんですけど、そんな変わんないんで、うん。プラスモデルはこの14、15しかないので、 バッテリー持ち結構いいんでね。 はい、おすすめでございます。はい。で、あと、まあ、iPad ね、えー、に関しては旧世代が、まあ今、Apple Store がなくなっちゃったんですけど、あります。64にはなるんですけど、一旦ね、初心者の方はやっぱ旧世代でいいのかなって思います。10世代も5万8000円ぐらいかな。で、まあ、ありはあるんですけど、微妙だね、難しいね、ここら辺はね。はい。まあ、用途によるかなと思います。こうこら辺またね、動画出そうと思っております。はい。で、iPad mini が、えー、ちょっとこれ値段戻っちゃったんですけど、まあ8万1000円、スペースぐらいだったら安いかなと思います。はい。Apple Store と今ね、8 えと8万4000円とかだったと思うんで、多分、2頃も上がちょっと安いのかな。はい。2頃はまだ安いかもしれないんですけど、急ぎください。まあ、あ iPad mini はそんな変わんないと思うんで、まあ、買っちゃっていいかなと僕は思ってます。で、新しい新型の iPad Air はですね。この M2 のモデルも、Apple で買うよりも少し今安くなっておりますので、いいかなと思います。まあ、特にこのインカメラとかですね、13インチとかも登場してるので、うん、で、Apple Pencil Pro が使えます。はい。で、M2 チップとか、 マジックキーボードとか今まで通りのものが使えるのでそこはいいかなと思いますね。はい、で iPad Pro に関しても新しいモデルですね。こちらまあレビューしてるんでよかったレビュー動画も見てほしいんですけど、えー、安くなってます。3000円ぐらい安いかな。はい。まあモデルによってもっとね、値引きされてるんですけどもね、なので5月に出たばっかりのやつ、めちゃくちゃ薄くなってて、有機 l ーディスプレイ。 なっております、まあ、スピーカー性能とかですね。のと、M4 チップとか、マジックキーボードに関しては、えっとね、あの新型はこの iPad Pro でしか使えないので、いや、いいですね。うん。ただちょっと高いね。はい。 まあ13インチとかも安くなってるのでチェックしてみてください。アップルペンシルプロもなんで、えー、なぜかアップルで買うより安いです、はい。800円ぐらい、900円ぐらい安くなってますね。と、ポレッシングクロスがね、なんか知らぬ間に在庫復活しておりました。で、アップルで買うよりちょっと安いのでいいかなと思います。はい。まあ、クロスという値段、クロスって考えるとちょっと高いんですけど、結構でもいいです。僕はあの気に入ってます、これ。 はい、であと USB-C ライトニングケーブルにはなるんですけど、えー、こちらねまあ今あのまだライトニング使ってるよっていう方はいいかなと思いました純正がねなんか安くなってたんですよねなんか分かんないけどはい、はい、であと iMac がねこれと M1 かなまあでも中古にはなんのかこれあんまりよく見てなかったわ <laughs> はいまあ Amazon アウトレットなんで多分大丈夫と思うんだけどね M1 のモデルにはなるんですけどあのデザインとかはね全然一切変わってないので 1>, 1個型落ちではあるけど、全然普通に使う分にはね、15万ぐらいでいいかなと思いますね。全部セットになってるんで、あのキーボードとかもですね、マウスとかもついてるの。めっちゃ映えるんだよね、家に置くと。はいで、あと、このアップルウォッチのケース、えーん、バンドか。バンドもね、えー、これ新しい色だと思うんですけど、ミントかな、ポーツバンドも安くなっております。はい。で、あと、このオーシャンバンドね。 これね、おかしいんだよね、値段がね。49mm 用なんで、まあ、基本アップ c h チウルトラ用にはなるんですが、やばいね。なぜか半額で売られてるっていうね。はい、これ一応純正バンドですからね、ちゃんと。はい、これやばい。<laughs> で、あとこの15プロとか、まあ、クリアケースとかもですね、iPhone の。結構安いんですね、純正、Amazon で買うと。 17%オフなんで15とかもあるんでねぜひチェックしてみてください、うん、これ薄くて使いやすいんですよねこの純正のクリアケースはいあとまあこのグロフクロスエレコムのねやつが安くなってましたちょっとね、まあ、iPad とかそこら辺、まあ、iPhone もそうなんですけどね結構持ってていいかなと思いますはい昨日、えー、とこのポリッシングクロスのなんかパチモンみたいなのがねこれ一応買ってみたんだけどまあ使えることは使えますねまあそれっぽい質感を一旦試したいんであればいいかなと思いますがでも ちょっとね、純正より硬めなんで、吹きづらいんですけど、やっぱり。まあでも使えるかなと思います。300円っていうちょっと値段がやばい。はい。で、あと、まあガジェット系ですね。キーボード、このョードックね。iPad やあの、新しいモデルには使えます。M2。iPad Pro の新型のモデルは対応してないんですけど、まあ、それ以外はね、全部。2018年以降のモデルは、USB-C になってるやつは全部買えるかなと思いますので、1万円ぐらい。あの、純正5万円ぐらいするんで。 はいいいかなと。ああ、そうね。で、13インチのモデルもあるので、これが使えるのもいいかなと思います。このシャーミ i のモニターですね。これ、今、僕使ってるんですけど、めちゃくちゃいい、まあ。そもそもの値段おかしいんだけど、さらに27インチで 100Hz かな。リフレッシュレート対応してて、ベサマウントなんで、えーか、モニターアームとかもね、付け入れます。全然いいです、これで。はい。結構おすすめ。安すぎる。で、あと、このね、タブレット。 iPad 高いなーって思う方結構ねこれもおすすめなんですよね。Pad6 も。a o m i Pad ね。いやいいですよ。全然。120Hz だよね。確かね。144だ。 はい可変リフレッシュレードでドルビービジョン。えー、まあ音質もいいですし、11インチなんで、ちょうど iPad Pro とかと同じエアとかね、同じサイズで、えー、スナップドラゴン870っていう結構いいやつが載ってます。はい。まあほぼフラグシップみたいな感じが載ってますので、あのサイズ感的にも完全にね、iPad みたいな感じ。<laughs> 6.51mm。で、えー、っと、これ最近で言ったらでこれ昨日ね、触ってきたんですけど、めっちゃ良かった。12.4インチっていうね、絶妙なサイズ感なんですけど、 なんか大きすぎず小さすぎずって感じです。で、触った感じもね、ほぼ、まあペンシルとかも使えるんですけど、これ、あの、完全にね、iPad でしたね。<laughs> だったので、もうなんかこれでいいかなって思った。全部、えー、ただ今ちょっと在庫ないんだよね。ないので、あれなんだけど、で、あの、このタッチパッドもあるんですよね。これにすると完全に iPad ですね。で、タッチパッド、トラックパッドついてて、みたいなついてるので、えー、ショートカットとかね、完全に一緒でした、これ。<laughs> 結構すごかった。昨日触ってみたんですけど、ただ在庫がね、あの、結構売れすぎてないっていう。 はいであと、2マスのガラスフィルムは、えー、安定なんで、よかったらどうぞ。はい15プロ用ですけど、これは。あの特に、この誰でも貼れるこのねなんていうかフレームがついているのがめっちゃいい。誰でもいけます。はいあと、最近使っていのシリコンリングもね安くなっておりました。シリコンで、まあ、持ってるとき、すごいね指が楽っていうのと、背面磁石結構ね強いです。はい、ただ充電はできない、ね。あのこれ、なんかねややこしいんですけど。うん、でででこの縦型できるんで この形で結構使うって人はね、いいかなと思います。TikTok 見るときとかめっちゃ楽。<laughs> はい、あと、この白馬の PC スリーブ。最近これでお出かけしてるんですが、結構いいですね。これ14インチまでかな。15インチとかも確かあったはずなんで。あうん で、軽いんですよね。で、革っぽい風合いで、ここはえっと磁石になってるんで、カチッってね、つぎます、蓋が。で、中はね、ふわふわふわの素材なんで、まあ、PC も、ま、十分守れるんで、MacBook とか、ノート PC とか iPad もね、入りますんで、これで結構最近ね、出かけてます。で、あと、モフトのスマホスタンドもね、えー、これは新しいタイプですね。磁力強化版も良、えー、くなってます。ここに、えっと、カードが入って、入れれたりとか、スタンドですね、縦向き、横向きできるので、あの非常におすすめでございます。 これはね、すごいいいです。はい。あと、CIO ですね。モバイルバッテリー。これもね、結構薄くていいんですよね。1万 mAh なんで iPhone2 回分ぐらい。で、30W 出るので、まあ Mac Pro えー、MacBook Air とかまでならいけるかなと思います。3ポートなんで 35W 出るのか。結構早いんで。で、iPhone まあたい2回とか、MacBook Air 半分ぐらいいけるんで、iPad も0.7回ぐらい。70%ぐらいいけるのかな。 はい、であと、このケーブルもね、いいですよ、やっぱりね。15センチいいです。あのモバイルバッテリーにめっちゃ最適な。あのこのサイズ感がね、ないんですよね、意外と。この30センチのやつあるんだけど、15センチのって意外となくて、まあ、2メートルとかも出てますね。であと、この出力ですね。えー、充電スピードがこう見れるディスプレイタイプもあるので、これもまあ1個ね、おすすめですね、持っておくと。充電スピード気になる方はいいかなと。であと、このカラビナつけて、だいたい僕、持ち歩いております。あの15センチのやつと合わせるとね、すごいい,いんですよね。 なのでこのカバンとかいろんなところにつけれるのでケーブルねどっかよく行っちゃうよって方はおすすめですはいでこのホットアイマスクねこれたまたま見つけたんですけど最近多分出たやつで10%オフクーポンいやこれいいなと思ってちょっと買おうかなと思ってますね小型バッテリーをえーなんかつけることでなんであのでケーブルレスで使えるみたいですねこれいいなと思ってただこれモバイルバッテリーとしては使えないみたいこれはねはいこれちょっとあの買ってみようかなと思います はい、で、この電源タップもね、いや、いいんですよね、これね。特にこの USB-C がね、ここに2個ついてる、まあ、タイプ A もついてるしね、普通のこのコンセントも3つ、えーまあ、干渉しないように使えるので、これね、すごいいいです。はい。あとは、えっ、ー、と、この安価なやつもね、えー、30W かな、のめちゃくちゃ軽くてコンパクトでおすすめでございます。400円クーポン来ております。で、カラーもね、いっぱいいろいろあるんで、パープル、ブルーとか、はい。あと、ベルキンのツインワンマグセフ充電器も、えー、これね、値段ちょっと。 多分こ最安値じゃないかな俺はあんま見たことないこの値段。5,500円か。うん。最初多分これね、8,000、9,000円ぐらいで売ってたと思うんですよね。はい。15W の,あのまあ高速充電と、えっと、AirPods かな。充電できるんで、ベルキンですね。はい。ちゃんとこれ、Made for m a g s a f e 入って、はい。まあ、Apple 公認のブランドでございます。このベルキンは。 ホワイトはね、そんな安くなってなかったかな。ブラックが、そうなんですよ。こっち9000円なのですよ。こっち5000円。<laughs> はい。これはやばい。まあ、スタンド型の方が、まあ、この横向きですね、えー。スタンバイモードとか使えるので便利ではあるかな。これもでも安くなってましたね。で、Apple Watch のこの高速充電、これ対応してるので、結構早いです。シーズン7以降であれば対応してます。で、えー、これ横向き、平置きのやつかな。これもね、かなり安いと思いますね。あと何パーセントだろうな。結構これもうなくなり、あ、33%ントがまだ大丈夫なんですけど。 これめっちゃ安いね。これもなんでマグセーフとアップルウォッチもですね、えー、と高速充電に対応しているので、えー、いいかなと思います。これベルキンね。あ、でも5時間で終わりだよ。やば。<laughs> はい。で、あと日用品とかなんですけど、緑カッターね、これね、めちゃくちゃいいです。最近めちゃ使ってる。あの、冷蔵庫に、これマグネットでくっつくんで、えー、とカチッって置いておいて、ダンボールとかに、えっ、ー、と、セラミックの後カッターなんで、結構安心感もありますね。 なんだけど、ちゃんと切れる感じですスタンボール開けたりとかちょっとしたこうね。テープとかブンってやるのにめっちゃいいです。はい、磁石で貼り付けれるのがすごい。 いい。あとこのフックハンガーね、えー、とセールになっておりました今これ僕使ってるんですけどあといわゆるクリッパっていうやつがあるんですけどそれの、まあ、パチモンではあるんだけど全然まあいけますねこれあのカバンにつけてるんでこういうヘりのとことかにこう引っ掛けるカフェとかね置くとこないあの飲食店とか行った時に下にこう置かないように。 あの結構ね意外としっかりしてるこれ、うん。で、このここにねあの滑り止めがついてるんでおすすめこれ。<laughs> あとまあ美容例の、えー、これ日焼け止めですねあ。これ買ってみたんですけどよかった。軽いっていうかなんかねベトベト感は何て言うのかな。この 出した時のなんての日焼け止めの重さがね、本当に確かにほぼない。日焼け止めは塗った方がいいと思う。うん、痛い、痛くなる、はい。あと最近これね、もうこれまた紹介してるんですけどね、これ良かったね。えっ、ー、と、オールインワンのやつ。化粧水と美容液、乳液、クリーム、シェービングケア。はい、これ一発でできちゃいます。はい、僕なんで全部あの化粧水とか美容液 えっと、乳液かとかね、持ち歩いてたんですけども、も全部これにしました。すごい良かったです。多分1ヶ月ぐらい。4月に買ったんで、うん、これめっちゃいい。で、匂いもね、すごい。今、まあ、いろいろあるんで、気になるやつ買ってみてください。あとね、まあ、美容液だけ一応別で買ってます。なんかやった方がいいらしいんで。 あのねこのレチノールと、えー、ビタミン C 誘導体かなのやつやっぱこのブランドなんかやっぱ売れるだけあってこの値段のクオリティじゃないんだよねで入れ物がねめっちゃ高級感ありますこれびっくりするぐらいこれねこれも使ってみたんですけど肌の張りが次の日がね違うんだよね全然であとこのシャンプーもね使ってるんですけど泡立ちよくてこれもね高級感すごいですよ見た目の蜂蜜のやつかな確かね、えー、泡立ち良くて で、結構サラサラになります。で、この値段なんでね。いや、ありがたいです。これはすごいおしゃれだし。で、あとまあ食料品ですね。えー、松屋あ定番セット来ました。これはうまいやつ。牛飯と、で、これ3分ですね。3分レンチンでご飯にボーンでもう終わりです。あライスバーガーね。ライスバーガーうまい。<laughs> あとまあカレーと豚飯と全部入ってるんで、まあ、ちょうどいいですよね。 うん。一食あたりも結構安いので、勧めでございます。あとなんか8000円以上でポイント、800ポイント。なんかキャンペーンみたいなエントリー、これ良かったらしてみてください。よくわかんないけど、はい。で、あとなんか訳あり品の層がね、えー、1本あたり59円ってなんか投げ売りしておりました。<laughs> はい、これ一回僕飲んだかなあんまりちょっと味覚えてないんですけど、美発酵っていうね、あんま多分売れてないのかもわかんないけど。 はい、チャシが監修してますよ、一応ね。はい、安っと思って2万点買われてましたね。で、あと、この訳ありバウムクーヘンもね、結構投げ,投げ売り。<laughs> 960円か。バニラ、チョコ、抹茶、かぼちゃ。これなんか普通に美味しかった気がするんだよね。俺なんか買ったような気がするな。違うやつかな。960円安、安ああ、でも結構セールしてるんだね、意外と。 うん、まあ結構お試しでいいかなと思いました。はい。で、あとこのラベルレスのファイヤーも1本あたり85円で、これもまあね、大容量でいいっすよね。ちょっとやっぱ外に行くときに、えー、僕たまに飲んだりします。ラベルレスが楽。はい。っていう感じで、えっと、まあ、こちらの方にいろいろね、今までのやつとかもまとめてありますので、ぜひね、チェックしてみてください。食料品とかもね、こっちはあんまりセルになってないかなでもね。 この赤いやつとかはセールになってるってことなので、はい、た,だたまにねえとクーポンとかがこう中に入ってたりするんで、まあ、気になったものあればぜひチェックしてみてくださいまたセールとかあればですねこういうふうにまとめていきますので でまあ、最近は、えー、また iPad Air のね、今、アクセサリー動画を準備しておりますので、お待ちください。実際に、あの、買ったレビューみたいなところ、iPad のレビューしてるんで、M4iPad Pro ね。とか、選び方とか、まあ、セールあったら、こういう感じでやっていきます。っていうか、まあ、本ちゃんが5月31日からあるんで、また上げていきますので、Apple の還元とかね、買い方とかも、これもね、紹介してますので、ぜひね、はい。アルトウェア、結構おすすめです。ヘッドホン、ソニーのやつ、新しいやつ、あのね、先行レビューさせていただきました。まあ、そんな感じでございます。あと、コミュニティ欄もね、あるんで。 ぜひチェックしてみてください。プレッシングクラス、ね。アンカーの多分まだこれありますね、在庫。はい。ということで、この動画良かったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。次のセールもございますでは良い週末、良い一日をお過ごしください。じゃあ、またねー。またね、iPad のケースとかデビューします。iPad 多いよ。いや、シャオミもね、めっちゃ良かった。昨日ストア行ったんですけど、渋谷でやってます。はい。